はい、はい、続いてはね、うん、その、あの末広があるじゃないですか、末広亭、ね、寄席、寄席箱なんかでも、まあ、はい、アイドルでございますね、はい、はい、でも楽しみですよ、これはキャリア的にはもうすごい方でしょ、もう古いですよ、かなりもう50年ぐらいやっててもおかしくないような50年50年ぐらいやってて、どういう感じの方なんですか、お一人なんですか、立ってるとちょっと揺れはるんですけどね、はい、大丈夫かなってなんか味のある漫談を、そう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 、で、それ勝手にこう揺れてはるんですか、はい、まあまあちょっと揺れはるけど、ね、揺れたりとか、あ、大丈夫かなっていう雰囲気がものすごいあるんですよ、それはその、心配ちょっとしてしまう感じのっていうか、その方を抱きしめたいぐらいの雰囲気、そう、可愛らしさっていうか、あれ、もう一人なんか急に名前出したなとかね、喋れへんになったなとかいうか、なんか味のある漫談とか、そうなんですよ、はにかみ屋さんなんでしょそうですね、はにかみ屋の嘆き漫談っていうことで明るいことも何にも大事なんですか、でもそういう感じですよね、あの、みんなそーっと見といてください、そーっと見たほうがいい、いや、ほんとそーっと、あまり大きい声で笑うと倒れるから、ね、これ大変です、そーっと見てください、わかりました、はい、それでははにかみ屋の嘆き漫談、ローカル岡さんどうぞ、今年は馬年だうまくいくかね、それでも俺去年長野に行ってきた、近くなったよ、東京駅から79分、信州そばだまあそれでも新聞見てると去年はいろんなニュースがあった、親父縦島のユニフォーム脱いだら嫁さん横島のユニフォーム着ちゃったんだねジョークですジョーク、ジョーク、まあそうかと思うと若い人いるけど来年から、あ、今年か、大変だな、なんたって小学校の高学年から中学にかけて全員奉仕活動するんだってよ、でも今の子たちは無理かもしれないわ、福祉の専門学校に行ってる人が施設に実習に来てんだって、うん、入ってくる姿からしてダメだって、うん、頭の髪の毛の色赤青黄色いまだにガングロだって、うん、その顔見た地方省のおばあちゃん将棋になっちゃったってんだから悪いけど日本人呼んでくれったって、うん、そりゃそうだ、あの化粧してほうき持って歩かれたことにはね、何の子だね、槍持って攻めてきたのかと思うよあの化粧熱いらしいよ、ハエは止まるけど蚊はさせねえってんだから車椅子をしてる後ろ姿見たら20センチもの厚底履いてだって、行く時押してって帰り乗って帰ってきたってか、それじゃ無理だよそしたら俺家の町内でもボランティア活動やろうなんて、こないだ消防署に防災訓練行ってきたもん、三角巾の使い方だって、指の先怪我したら戻しめろって、腕怪我したら二の腕しめろって、何か質問ありますかってから俺聞いてやった、頭怪我したら首絞めんのかってそしたらそんな余計なこと言わないでくださいって怒られちゃったよ、消防署シャレ通じねえわまあその帰りせっかくだから炊き出しの訓練やろうなって町内でやったんだもん、俺豚汁作る火もしてた、そしたら豚汁ってのは沸騰してくるとアーブグアグ出てくるね、周りで見たのがダメだダメだアグ取れアグ取れまずくなるって言うの、災害時にうまいまずい言ってる場合だってね今だからプルプルしない七味ねえか七味って、俺そういう町内に住んでんだよ、だからこの間の選挙の時なんか面白かったわ、宣伝官乗って何喋ってか分かんねえんだもん、若さで頑張っておりますってからいくつかと思ったら70だってなもんプルプルしないプルプルしない、あと一歩です、もう一歩です、ほらリハビリしてんのかと思ったよプルプルしない不眠不休で頑張ってますってから、だから議会に行って寝てんのかって、まだそれの奥さんがすごいわ、言ってることがうちのを男にしてください医者に相談しろね、プルプルしない、もっとわかんないのがうちのを正しでください
そんなものは俺に頼むな。山芋でも食わせてやれんじゃないね。だからそんなのが当選しててね、議会で喋ってる、質疑してるから、あれみんな勉強してるのかと思ったら違うんだわ。議会答弁心得帳ってのあんの。どんな質問でも答え全部一緒。やってみましょうか。何からでも入って、いろいろと貴重なご意見ご考説は慶長に値することでございますので、早速前向きに検討し、抜本的改革を積極的に主体なく十分考慮し、極力徐々に前進いたしますって若い人意味わかんねえか。だから法案の先送り先送りなんて、あれ俺家の田舎じゃ後回しって言うんだよあれ。うん、プロプロしてる。もっとあれだよ、なんだ、業者から賄賂をもらう、あの賄賂をもらうのを不正行為ってんだってね。じゃあもらわない人は性行為がね。決まった。まあそんなわけでありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうも、どうも、どうも、はじめまして、明けましておめでとうございます。僕はね、ビデオで見たんですよ、面白さ。あのね、カメラワークがおかしいんですよ。師匠がオチ言うた後に、後ろからね、ごっつ師匠が大巨人に見えるんですよ。お客さん見下ろして。そうですよね。やっぱり、なんか見下ろすような。いやー、でも味のある。味のある漫談でしょ。いや、味があるじゃないの。何ですか？俺今日来たの、飲めるからっていうから来たんだ。飲めるからって来たんですか？そう。すぐ酒ですか？喋ってから。そうですよ。師匠待ってください。師匠。師匠ね。さすが芸人っすね。師匠負け。師匠ネクタイ思いっきり馬じゃないですか。馬年やから。馬年ですよ。馬でしたね師匠。これもなんだってこれ。ね、師匠言うた後ちょっとあの、はい、ちょっと間を、ね、置いて震えあれ、お客席を見渡すっていうのは味がいいわあれ。いやあれクリームシチューも顔抜かれてもどんな表情していくか。どうやってクリームシチュー。いやあのネクタイどこ行ったんですかね、あれ。何だ、何興味あって。いや、もう勉強と全部あるから。いや、おぎやはぎはまあこういう雰囲気のまあ持ってるよね。そうですね、もう将来の行き着くところだと思ってますよ。行き着くところ。無理だね。無理無理、師匠が無理やって。やっぱり俺みたいに訛ってないとダメだよ。一応の茨城県の毒舌家っていうの。いや、茨城県の…バカ息子です。バカ息子の息子。バカ息子息子じゃない、もうおじいちゃん。まだおじいちゃんになるんで。もうでも何年ぐらいもその芸歴というのは。芸歴っていうのは38年ぐらいか。38年。ほんならねえ、住吉師匠ごっつい上ですよね。私ほら子供ですから。ねえ、あの生まれたらトランプ持ってた。本業ってトランプ持ってた。もう俺が芸界入った時にはもうやってたんだから。ああ、そうそうだね。世の中にはこんな美しい人がいると思わなかったんだから。やっぱりですよ、ほんとね。もちろんあの要するわかんない、知らないでしょ。知らないですよ、そ初めて見たんですよ、私のこと。でも、住吉は一緒にあの舞台出はることもあったんですね。どこになかったの。さっきだから廊下でお目にかかってね、嬉しかったの。いやいや、もうこんな長くやっててもね、お目にかかってない。そうですよね、なかなかね。もうね、あのちょっと追っかけみたいなのついてますよ。あ、そうですか。ファンみたいな廊下、廊下が出てくる、廊下、廊下が出てくると楽しみに見てるという。ちょっとね、今の見るとその劇場っていうか寄せに行きたいなと思いますよ。いらっしゃってください。もう明日から、あ、明日じゃねえよ、今日ですね。もう今日からも寄せに行く。今日池袋演芸場、夜あ、行くんですか。7時半ぜひ、いらっしゃってください。味のある感じで。味ありますわ。最初から漫談ですか、一人でピン。いやいや、最初は漫才。あ、相方がいて。相方がいて。師匠はボケやったんですか。俺それはボケよ。俺引っ張り。引っ張りやったんです。引っ張りってなんですか。引く方。引く方。しっかりしてる方。しっかりしてる。それ引っ張りって言うんですか。引っ張りって突っ込みじゃなくて。引っ張り。引っ張り。師匠引っ張り。引っ張り。おい、何回言うねん、引っ張り。ツッコミとボケでしょ。そうそうそう、ツッコミ。ボケと引っ張り。そう。ツッコミ。俺げの、俺げの田舎で引っ張りって言うの。ツッコミのことは。引っ張りがうまかったんじゃないですか。あ、うまかないよ。うまかない。どっちなんですか。いや、だからうまかったんでしょ。だから1年、2年か、2年でコンビ別れしちゃったんだ。あら、2年相方が、2年で2年相方が嫌や言うて。そうです、そうです。
そうです。岡師匠はまだやりたかったんですか、コンビで。いや、やりたくない。やりたくない。どっちなんですか。いや、大体ね、はい、俺コンビ組むとね、はい、俺の相方全部病気になっちゃう。なんでですか。確かに。なんか今まで3回だから。3人とも病気になったんですか。全部病気。みんな相方を病院送りにして。恐ろしいですね。いや離れたい気分もありますけど。まだ長生きしたいから。若い人と漫才やる。うん、俺の方が今度病気にされちゃったりしちゃって。なっちゃって。はい。離れすぎです。いや、前も離れすぎ。もうこれはね。年取る。もうキャリア。年取るとね、はい。若いうちはもうちょっと狭かったの。はい、だんだんこう移動してきたんだね。前歯ね。はいはい。病院にやってたらね、いろんなことがあって、でも今まで3組、3組病院送りにされてるって、うん、それで3組、その後ピンになったんですか。そうです、誰も組んでくれへんから、いや自分でも一人の方が楽やと。そしたら3組そんなになったら組まんよ、怖くて。いや、そやけどあれでしょ、よいしょ、ずっと見てはったからね、ちょいちょいビール見てはったからね。ビールでよろしいですか。ビール好きですか。塩ちょっと伸ばすね。もうこうなったら助けようがないですよ。塩離れすぎて。塩ビールの方が好き。塩ビールの方が好きなんですか。もう何でも好き。酒は何でもいけるんですか。結婚とはされてないんですか。結婚してますよ。あら、いい妻がいますよ。どんな妻ですか。つまらない妻かな。来たよ、プルプルしようか。